2019明治安田生命 J2 リーグ第27節 FC 琉球対ビファーレン長崎、会場はタピック喧騒ヒアゴンスタジアムです。台風9号の影響で悪天候の中でのゲームになりそうです。それではホーム琉球の予想フォーメーション、見ていきます。こちら 4-2-3-1 予想しています。それではアウェー長崎のスターティングメンバー予想フォーメーションで見ていきます。こちら 4-4-2、 コーナーキック蹴るのは37番の秋野です。ここも追い風強く吹く中でのコーナーキック、セザールは中央ニアに走り込んでいく、ヘディングシュート決まった。イーサンミン、小屋か、小屋ですか、選手ですかね、ちょっと一瞬見えなかったですけど、はい、いやでも秋野選手のボール良かったですね。あ、小屋ですね、小屋選手ですね。後期縦ワンツーつないで鈴木、そして風間光也の左決めた。移籍していきなり決めた風間光也、風間光也のゴールで琉球がすぐさま追いつきました。ここもスルーからそのパスですよね。その後に内側に持ち込んで左足、この鈴木選手のこのパスが良かったですね、はい、富所中央で自分でドリブルで仕掛けて右足振る、わずかにそれていった琉球の10番富所のシュートでした。ここも高いボールややファーに行ったボールですが折り返してヘディング、ここは触れなかったか。今上里のシュートがありました、ものすごいシュート、あれは売れたんでしょうね、売れましたね今ね。サイズガールセザールボールを奪った、カウンター4対4の形、右サイドの畑にボールを出します。後ろから亀川、亀川の仕掛けシュート決めた、ゴヤ共通ゴール、勝ち越したのは長崎、見事なカウンターアタック決まりました。長崎、いやなんといってもカイロセザール選手のボールダッシュですよね、はい、そこから攻撃スタートしましたからね。サイドバックの西岡に変えて和田が入ります。今和田が入りました。和田亮、上里、さ変わって入った和田、右からキム・ソンスンのシュート決まった。いや難しい角度ですよ今の。上条のシュート、中崎戦はいいシュート決めますね彼は。いやもう
った瞬間迷いなくですよね、はい、でも前回対戦と同じ和田選手からウェイド選手 の、ねはい、あのパスですから、うん、思いっきり振り抜きましたね。右サイドからのコーナーキック、巻いていくボール、後ろから和田、劇的な和田亮の勝ち越しゴール、琉球のホームサポーターが沸きます。アディショナルタイム5分を過ぎたこのコーナーキック、ボールも良かったですけどね、やはりこれもう和田選手の前に落ちたのがもう決まりですね。上里のこのコーナーキック、はい、ボール良かったです、本当キーパーを越えて、で、まあ、香川選手もね競ったんですけど、はい、和田選手の足元に落ちてしまいましたね、競っていく、イバルボ落として香川、香川のクロス、ファーから左足を振り抜いた、ここで試合終了のホイッスル、琉球がついに連敗ストップ、長崎に3対2。